台東区。台東区は東京都の特別区の一つ。人口約二十万五千人。二十三区東分に区分される。面積は二十三区の中で最も狭い。東京二十三区の中央からやや北東寄りに位置する。東側は隅田川に接し、対岸の隅田区とのッ海境となっている。また、区南端で隅田川との合流点付近の神田川に接する。 江戸時代を通じて、東京で最も古い島市街地の一つで、浅草にある浅草寺は、混流戦4 0 0年の歴史となる。江戸時代は原禄文化、町民文化が息づき、明治期からは、美術館や博物館が建築され、東京芸術大学などアートの発信地ともなっている。関東大震災、1923年、大正12年や、 第二次大戦にも焼け残った浅草橋界隈の豚屋街などには未だ対象、昭和初期の街並みや風情が残っている。区の中心駅である上野駅は古くから北関東、東北、新越地方からの玄関口として知られ、新幹線も停車する。区は全般的に商業地であるため、純粋な住宅地は一部で、供給量も少ない。 戸建ても一部地域を除くと少なく、ビルやマンションなど、土地の行動利用が進んでいる。財団法人こと保存財団が選定する、美しい日本の歴史的風土百選において、次世代に残す、美しい日本の歴史的風土が、良好に保存されている全国の事例の一つとして、関永寺、上野公園周辺、谷中の街並みが選ばれた。ルコルビュージエの国立西洋美術館が、 世界遺産に登録されている。東京国立博物館表敬館や東京国立博物館など国の重要文化財が多い区である。2005年に夜間人口、居住者は16万3528人であるが、区外からの通勤者と通学生及び居住者のうちの区内に昼間残留する人口の合計である昼間、人口は30万3522人で昼は、 夜の1.856倍の人口になる東京都編集東京都の昼間人口2005平成20年発行124,125ページ国勢調査では年齢不詳の者が東京都だけで16万人いる上のグラフには年齢不詳の者を含め昼夜間人口に関しては年齢不詳の人物は数字に入っていないので数字の間に誤差は生じる 一自然環境、両区ともに、下町文化の根付く由緒ある土地のため、合併後の名称は紛糾した。様々な案が考え出され、最終的に、下役側の案は、上野区、浅草区側の案は、東区に収束したが、結局まとまらず、都知事の案により、下役台東小学校にて、すでに採用されていた、台東の語を持ち、台東区を区名とした。上野の高台の、 大と、上野の東側にある下屋と浅草の下町を連想す、東を組み合わせたもので、後期時点にめでたい意味で乗る、随所地名でもある。読み方は、と、区で発行する、出版物の振り仮名等で見られるように公式には、台東区だが初期はそれほど強く統一されておらず、現在でも、昭和初期生まれくらいの高齢者は、地元の台東区民も含む多くの場合、 大東区と読んでいる。区内の町名に大東があるが、1964年、昭和39年の住居表示により、区名を取って名付けられたものであり、由来とは関係ない。首都圏最大級の花火大会で、全国から見物客が押し寄せ大変な賑わいとなる。毎年 NHK や民放各局が中継ヘリにて取材を行い、 テレビ東京が特別番組を放送する。台東区は、足立ナンバー、東京運輸支局を割り当てられており、23区東部の地域と一致する。足立ナンバー割り当て地域は、台東区、江東区、墨田区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区の7区。台東区には、地域の特色に合わせた複数のキャラクターからなる、公式キャラクター台東区が存在する。 東日本旅客鉄道 JR 東日本東京都観光汽船東京都公園協会路線バスめぐりん台東区が運営し日立自動車交通日立と京成バス京成に運行を委託夜行高速バスその他に岩き市北茨城市高萩市日立市東海村日立中市日立大田市第五町日立大宮市 中市、三戸市、石岡市、つくば市などから、東京駅行き、バスタ新宿行きの高速バスで、浅草駅、上野駅で降車できる。深夜急行バス、リムジンバス、高速道路、一般国道、都道。区内29カ所に設置。特徴としては、男子小便器は、スターライト販売のプラストール小便器、大便器は、 都との関連地使用便器を用いている箇所が多い。近年改装が進み、西郷銅像加公衆弁所、中店1から4号公衆弁所が改装済み。今後は、戦争時代弁所や駒形橋際公衆弁所を改装予定。全7校、全20校、旧浅草区、旧下役の著名な出身者については、浅草区、下役を参照。 明治初期から1960年代まで、浅草は東京を代表する観楽街であり、田谷力蔵や藤原義恵などの浅草オペラのスター、榎本健一や古川六波などの喜劇人、フランス座などのストリップ劇場の幕アイコント出身の、厚見清、東八郎、萩本貴一、坂上二郎、ビート武しなど、特に大衆芸能の分野には浅草に、 ゆかりが深い人物が多い。浅草公園ロックを参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。